Keiko Studio Live from Japan。 第3夜最終日でございます。はい、盛り上がってますね。盛り上がっておりますよ。もうすごいですよ、 YouTube のチャンネルの方も。もうだって1000人ぐらいの方が、はい、リアルにね、はい、見てくださってますからね。もう次々となんかあの全く出る予定のないアイドルの名前が上がってくるんですけどやっぱそれは多分昨日の放送が響いてると思います昨日の放送で AKB48 の宮崎さんが、ね、レンズはめてなかったのか分かんないですけど、私の顔がちょっとごめんなさいBTS のジンさんに似てるんじゃないのかと。ちょっともうカメラ真剣に見てくれる？ちょっと待ってちょっと待って今減ったよ、一気に減る。一気に減ります。ちょっと待ってください。うそあんであんでいやでももうあっという間ですね。そうですね、第3夜行きますか。行きましょう。はい、さあ、はい、この番組6月19日土曜日から開催される K カルチャーの祭典 K コンタクト4U を盛り上げるべく、はい、月曜日から3日間にわたって日本からお届けしております、はい、でコンセプトがですね、うん、見えるラジオということで、はい、我々のマイクにもねマイクがありますけれども我々のマイクにもマイクが我々の前にもマイクが動揺しておりますすごいなんか バッド評価も増えちゃってるんですけどやめてくださいね自らね、はい、自爆ですね。はい、ラジオを、ね、コンセプトにしていますので、うん、視聴者の皆さんとこう一緒にコミュニケーションも取っていけたらなと思います、はい、でこの KCON Studio Live from Japan の VOD 配信なんですけれども、はい、これ気になってる方非常に多いらしいんですよ。ほう、これいわゆる英語字幕と韓国語字幕が、うんうんうん、今後出るということなんですけれども、はい、早くそれを見たいと。なるほど、ね、コメントでもたくさん来てるんですが、はい、まあ、これは KCON オフィシャルツイッターで今後発表されるということなので、はい、Just a moment。 いやいやいや、やっぱ全世界で見てます。分かんない。じゃあ、Just a moment ですか。はい、ちょっと待っていただけたらなと思います。はい、はい、自己紹介してくださいということでございます。お、しましょうか。はい、はい、ということで改めましてこの KCON Studio Live from Japan、うん、3日間にわたりまして DJ を務めております2人のうちの1人でございます。MC の古山正樹です。よろしくお願いします。よろこんあにゃせよ。そして2人のうち1人であります。最近フォロワーが3人増えて5人減るF から始まる藤原智樹です。皆さんフォローよろしくまた F を絡めてきた。いやいやいや、偶然です偶然。すごいね、水前寺京子かと思ったよ。 3歩進んで5歩下がるみたいな。昨日も昭和だ昭和だってコメント来てますからもうちょい時代を新しくしていかないと、ね、しかもだって K-POP アイドルだからさ、もともとは。ありがとうございます。もう本当今日ね、その時の CD 持ってくればよかったな。あ、僕もね今日持ってこようかと思った。まだ持ってらっしゃいます？持ってるよ、ダイナマイト。ダイナマイト、また BTS のダイナマイトじゃないですよね違う違う、 A スタイルのダイナマイト。 A スタイルのダイナマイト、あのちょっと白ジャケにね黄緑色の文字でしょ。そうなんですよ、噂によると日本で100枚しかないらしいですから、持ってること非常に貴重ですね。そのうちの1枚、そのうちの1枚ですね。そのうちの10枚が家族分で私持ってますからね。流通少な、ということでございまして、はい、我々2人がですね今日もこの後9時過ぎぐらいまでお届けしようかなと思っておりますが、はい、あのもうすでにですね今日はペンタゴンのゆうとさんが韓国から電話で生出演してくださることを告知しておりますので、はい、ゆうと君いつ出るのってねどん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 コメント上がってきておりますので、今日はもう優しく8時45分頃ゴロですね、はい、ゴロです、ゴロと言っておきましょう、はいはい、8時45分頃にご登場いただくことになっておりますので、はい、ご安心いただきたいと思います。もうだってそれまでね我々が一生懸命喋ってんのにゆうとゆうとってこうずっと上がってくると本気で寂しいんですよ気持ちは分かります分かります分かります、僕も大好きだから。そんなにね我々あの心強くないですからね本当にガラスのようなハートですから、まあ、最後までね温かく見守ってくださればと思います本当にね、はい、この2日間本当は私傷を深く負っておりますから ね、初日からね初日から負っておりますから、なんとかこう3日間、うん、最後のこの最終夜は、うん、もうあの傷を癒して帰れればなと
大丈夫。今日はねテーマがまさに藤原くんのキャリアのスタートを示すテーマでもありますんで、はい、お、古谷さん今夜のテーマは何でしょうか。はい、ズバリ K-POP でございます。イエーイ。はーい、もう Mnet といえば K-POP、 ミュージックメイクスワンでございますよね。本当にあの、はい、K-POP アイドルの皆さんは、うん、もう本当にもうデビューの時から、はい、もしくは練習生の時からお世話になってますという方、うん、私も含めて非常に多いと思いますからね。なんで笑うんだろう。僕だってかつては Mnet さん練習生の頃からこうついてくださってましたからね。ごめんなさいね、あの時ツンツンしててごめんなさいね。そうだよ藤原くん、ごめんなさいね。本当にだって僕のラジオにもさ、はい、ゲストで出てくれた時のあのツンツンさね。いやもう本当にあの時はねもう感謝してますね。もう本当にありがとうございますね。もうその時はねえ誰振るやってこれそういう感じだからね。あの時はごめんなさい、あの時はそうだったんですね。日本で活動し始めて古谷さんと初めてお会いするっていう時に、はい、初めましてと言ってしまった私ね。古谷さんが優しくね、藤原くん実はデビュー当時会ってるんだよね。その時すいません、あの時では考えられないですよね。それがねもうこの3日間こう本番始まる前の楽屋でどれだけ盛り上がったかね。盛り上がるということに関してはもうAKB48 の宮崎さんからハンコももらって盛り上げ役として。そうですよ、私3日間そう、これをちゃんと言っとかなきゃいけない、はい、その来週からいよいよ始まる、うん、K コンタクト 4U のこれ盛り上げ企画なんですよ。前夜祭だったんですよね。前夜祭、なんかあのこれがもうメインだと勘違いしてた私部分ありましたけれども、違うんです、はい、それを盛り上げるべく我々、2人そしてねゲストを迎えて、はい、3夜お届けしてるということですからね、はいはい、一応あの9時ぐらいまでやっていくという予定だったんですけど、昨日9時半までやっちゃいましたからね。やってしまいましたね。でも今回はもうペンタゴン、はい、ユートさんがもうほぼマストでもう夜8時45分これはもう絶対に守らなければいけない、はい、裏話です。いやそれはもう絶対に、ま、もう守らないといけないっていうのもありますから、はい、もうそこはね皆さんあの待っていただければなと思います、はい、だ今日は K-POP についていろいろ深く掘り下げていくということなので、うん、まあ、そういうね一日もあってもいいのかなと。だからあのコメントもね、はい、ぜひあの皆さんの好きなアーティストだったりとか、うん、思い出に残ってる曲だったりとか、そういうことをこう、うん、リアクションしていただけるとね。そうですね、嬉しいなと。あの今回あのツイートで、うん、My Favorite Song K-POP 編というので、うん、事前に募集させていただいてるんですよ、はい、すごい来たんだって。すごいですよ、うん、でそっかか、そこからそっかからそっかからそっかからこれね翻訳が入るってことなのでちゃんと言わないと。そこから、はいはい、そこから選ばせていただきました。怖いね、はい、これ選んだ方にも何かあると。そうですそうです、あの配信中にですね、うん、ツイート紹介された方にはですね、はい、なんと後日素敵なプレゼントが届くことになっておりますので、楽しみにしていただきたいと思います。何でしょうかね、我々2人のサイン入り色紙とか、はい、全く喜んでくれないせっかく、せっかく送ったのにって出てくると思いますよ。そんなことないですよ、はい、はい、そんなことございません、ごめんなさいね、はい、じゃあしっかりとしたプレゼント早速ね、うん、紹介しましょうか。お、これはねまず1通目、ラジオネームワウワウウーさんから、ワウワウウーさん、ワウワウウーさんからいただきましたね、うん、ありがとうございます。私はカラットです。ほう、セブンティーンは我が子誕生とほぼ同時にデビュー、うん、ドーマナくらいの時はイヤイヤ期で泣きたくないを聞きながらギャーギャー泣かれていました。ほろ苦いどころか渋い過去です、うん、はい、今では、ウルシパも一緒に歌えるようになりました。もう最高です、ということでございまして、僕もセブチとはですねあのずっと一緒にお仕事させてもらってるんですけど、うん、もう最高のアーティスト、古谷さんがもう認める。いやまあ僕が認めたところでねどういう価値があるか分かりませんけどいやでも素敵な方、僕も結婚で初めてお会いしましたから、うん、みんなとにかく性格いい、珍しい、あ珍しいいやごめんなさい、いやいやごめんなさい、そういうことじゃなくて、いやいやそういうことじゃなくて、あのみんながみんな、みんながみんな、ごめんなさいね。だって僕みたいに性格の悪い当時ねツンツンしていた人がいてもおかしくないから藤原君、はい、始まって10分でもう傷負ったよいや僕みたいな子がいないということですよセブンティーンの皆さんの中には。
いやーびっくりした。いやいやそういうことですよ、はい、僕みたいになってほしくないということですよ。それでは早速ですね、一応台本通りいくよ。これ一応生放送と聞いております。今なんか編集点作ってくださいましたけれども、全世界に流れておりますからね、はい。もう早く行こう行こう行こう、はい、はい、ということで、ラジオですから、見えるラジオなんで、ここは雰囲気変えてですね、1曲セブンティーンのこの曲をお届けしましょう。 Don't wanna cry、 どうぞ。울고싶지않아울고싶지않아사랑해서사랑한다는말이부족해서그어떤말을꺼내봐도너하나만아끼던날두고서어디간거니내가쉬어어졌어멀리간盛り上がっております。いやいやここだけここだけ盛り上がってんの。やめてくださいよ、このウルゴシプチアナっていうこの、はい、もう心に染み入るような歌詞とともにね。どうしたんですかそれ。やっぱこれカメラさんとの意思疎通もやっぱ最終日となるとやっぱバッチリこうマッチしてくるんですよね。怖いわ、でもこれセブンティーンの皆さんですけれども、はいはいはい、でもクリアさんも何度も一緒にお仕事されてるということですか。はい、はい、さっき言いましたよ。いやだからこれどんなとこに魅力があ、はい、でもやっぱりね自分たちでさこう、うん、曲も作るし、やっぱりこうダンスもそうだし、もうセルフプロデュースできるグループじゃないですか、うん、だけれどもね毎回毎回こう作ってくる楽曲とかパフォーマンス見るとね、本当に自分たちの見せ方というものをよく分かってるグループだなっていうことをね改めて感じますよね、うん、一人一人本当に魅力的な最高のグループです。はい、聞いていただいたのが、うん、ワウワウウーさんフェイバリットソングセブンティーンの Don't Wanna Cry でしたね、はい、びっくりした。なんかワウワウって途中でやめないでね、違うチャンネルだから。ワウワウウーさんです、言いましょう。ワウワウウーさんですよ、Mネットさんでお届けしております。加入するところラジオネームワウワウウーさんでございます。はい、本当にね、はい、さあ、この後 CM、挟んでということですが、古谷さん、はい、うん、CM の後は何でしょうか。 CM の後はまだまだ続きます。やっぱり KCON Studio Live from Japan お届けしております。はい、代々木からお届けしております。やっぱ本当に日本からお届けしてるのって、そうですよ、思ってる方もいらっしゃるみたいですからね。ちゃんと日本、もう東京ど真ん中から東京ど真ん中から皆さんお届けしておりますからね。はい、ということで、はい、さあここからはテーマトークということで、うん、はいはい、本日は K-POP どうしたの K-POP についてお話ししていくということですが、はい、K-POP でございます。はい、まあ、一口にですね、うん、K-POP といってもこのカテゴライズするの難しいよね。だって、まあ、日本では多分 K-POP ってアイドルのことをこう基本的に言ってると思うわけ、はい、だその中に果たしてインディーズだったりね、うん、ロックだったり、まあ、こういった多ジャンルを全てこう、まあ、巻き込んじゃっていいのかなっていうところもあるわけ。あ、韓国でもともとさ歌謡っていう言い方してたじゃない、はい、ね、歌謡曲の歌謡がそのまま韓国語でも使われてたけど、うん、どうも最近 K-POP っていうのはアイドルをこう指すっていうイメージがね強いかなって感じますけどね。まあそうですよね、うん、なんかもう一つの流行がもう文化にもな る,、うん、
立ってるかなと私もそう思いますけれども、うん、でもやっぱりその勢いをやっぱりつけたのは、はい、やっぱ K-POP アイドルっていうのもう、ね、まあ嘘ではないですし、なんでそんな俺がやったんだみたいな状況の、いやいやそんなことないですけど、なんかね元祖 K-POP アイドルとかいろいろ書かれてるんでちょっとそれっぽいことも私言った方がいいかなとあなるほどね、一応経験者としてね、びっくりした、なんかその、いやいや急にこうなってんだもん、だって、いやいや ごめんなさいね、急に胸張り始めたからすいません、やっぱそういうお話もね今日できたらいいなと思ってますから、はい、ということでして今日はですね、その中でも日本人メンバーがいるグループにちょっとスポットを当てていこうかなと思っております、うん、はい、Live from Japan なのでね、 Live from Japan、はい、多いですね今、いやほんと増えたよね、うん、嬉しいことですよ、うん、まああの JBJ クオーとしてね活動しております高田健太くんもそうですし、はい、今日のゲストのペンタゴンのユートさんもそうだし、うん、NCT にもね、はい、あのユータさんとそれから翔太郎さん、うん、オネプもね、はい、ユーくんいるし、あとはもうトレジャー、うん、それからエンハイプン、はい、トゥワイス、もうそこはね、公演少女、チェリバレ、うん、ロケットパンチ、ネイチャー、まあエスパもそうだしね、あのパープルキス初日ね、初日月曜日ゆきちゃんも出てくれましたし、もう本当に今たくさんいるんですよ、他にもいっぱいいますよ、まあ、はい、もうグループの中に一人以上、うん、っていうのはもう当たり前になってきてますもん ね、外国人メンバーも含めてね、まあそうですね、うん、そういう藤原くんは、はい、配信ご覧の皆さん、ここはちゃんと説明しておきますけれども、うん、これね元祖日本人メンバーとしてやっぱりギネスに登録されてるんだよね、まあまあ男性としてはまあ僕から始まったと言っても過言では、もう本当 F から始まったんだよね、 F からその時やってないんですよ僕 F から始まってないその時TOMO トモという名前で、ね、やってましたからね、トモくんだったもんね、はい、そういうことなんですよ、だけどさ、そのトモくんっていう風にねみんなイメージできないわけと言いますと、いやだってさ、はい、どんな活動してたのか、うん、どんな雰囲気だったのか、はい、今の藤原くんからもう想像できないわけよ、A スタイルのともくんっていうのが、まあそうですね、あれから25キロ太ってますからねファット藤原です、いや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 25キロ、まあ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 いいじゃないですかだってもしその当時、はい、30キロはないでしょ、えそれ何言ってんの、僕85キロでその当時60キロですから僕アイドル時代今の体重聞いてない、いやだからそこから25キロですよ、はい、動けるファットですでもね信じられないと思うんで、はい、今日は信じてもらいましょう、はい、こちらです、はい、ご覧ください、どうぞ、はい、見て見て、え、いやちょっと待って、いやもっとあったでしょ写真いや一回、いや嬉しい、いやありがとうございます、皆さんはどちらが好きですか、2008年の友と2021年の藤原、ね、いやでもさなんで昨日のさメイクしてるうわ本当だ、完全いじってきてるでしょ今日メイクしないですからね視聴者の皆さん、すごいよ、だってこれ2008年、はい、2021年13年で何があったわかんないですけど、ね、今時こんなポーズで、ね、写真撮る人なかなかいないですからね、これねオフィシャルで出てる写真ではなくて、はい、Mネットのスタッフが当時藤原くんを撮った写真なんですって、え、だから他は外であんま出てない写真だと思うよ、あなるほど、うん、僕でもえこんな洋服着てたっけなって思いますけれどもね、まあ正真正銘2008年活動していた、このダイナマイトだ、そういえばダイナマイダイナマイポップンガッツのダイナマイ今10人ぐらいはすごい喜んでると思います今10人ぐらいはすごい喜んでると思います、まあ、本当に A スタイル最高だった、あ嬉しい、ありがとうございます、さあ藤原さんの話が終わったらというので今カンニングペーパーが出ましたけれども今ね、僕の話ありがとうございます本当にね、でもやっぱり今のこの K-POP アイドルとして日本人が活動しているというので、はい、うん、今日はちょっといろいろ掘り下げていこうかなと、はい、はい、思いますが、そうですね、まあなんかこう一つその一つのグループ絞るっていうのもあれですけれども、難しいよ、難しいですけれども、なんか僕公演少女、おお公演少女ね、はい、の方と日本のデビューの時から一緒に仕事させていただいて、うん、でそこでミヤさんと、ミヤさんね、はい、ご挨拶させていただいた時に、
これちょっとなんか K-POP アイドルの日本人メンバーとしてちょっとした革命が起きるんじゃないのかなって思ったんですよ、うん、ああそうだよね。その今まで、ガールズグループで日本人メンバーっていうのは、うんキュートとか、うん、プリティとか、うん、なんかそんなイメージがありましたけど、うんうんうん、そこでなんかすごいボーイッシュな、うんうん、クールな、いわゆるかっこよく、女性目線からでも見えるような方ってあまり今までいなかった、うん、その日本人として そうだね、うん、そこを日本人がこう担ってるっていうのは、うん、すごい新しいし、そういう新しい挑戦っていうので、うん、今でもこうね、なんかこれからどう活躍していくのかなっていうのも楽しみですし、うんっていうのはすごい新しいなと思いましたね。しかもミヤさんお姉さんだからさ、メンバーを引っ張っていかなきゃいけない立場でもあるから、はい、そういう意味でも、まあ、異国韓国でね、うん、本当に頑張っていらっしゃるなっていうふうに、あの毎回ねお仕事ご一緒させていただくときに感心しますよ、はい、うん、はい、公演少女のねミヤさん選んでいただきました。そうですね、僕は、うん、はい、古谷さんは、古谷さんは日本人ですよ。古谷さんは日本人です、もちろん、はい、メイドインジャパンです古谷さんメイドインジャパンです、はい、メイドイン北海道ですね、メイドイン北海道ですけれど、やっぱ古谷さんもね、もう本当に多くの方とお仕事されてるので、はい、そうなのよ、それこそ本当にこう絞るっていうのは絞れない、まあ、難しいと思うんで、うん、なんかこうどうですか今この K-POP 界で日本の皆さんがこう活躍しているっていう状況、いや難しいよね、一組に絞るのはね、うん、トレジャーかな、早いな、早い早いで、もうちょい、うん、どうしようかな、誰かな、うん、その中で、まあ、トレジャーかなってそれだとちょっと他の皆さんがいやでもね、いや今日はっていうことですよ、うん、ずっと考えて、はい、トレジャーにしたんですけど、うんうん、だってね4人も日本人メンバーいるんだもん。これはまあ YG 宝石箱っていうね番組初のグループなんだけど、うん、もう IG のねグループで4人日本人メンバーってもう画期的だと思うし、しかもみんなそれぞれ個性豊かでさ、で僕あのこのトレジャーになる前にあのブラックピンクさんのねライブ会場でもうトレジャーでも YG 宝石箱にも出ていない段階のメンバーの皆さんと会ってんですよ。普通にあの、はい、ご覧になってた方、はい、あの YG ジャパンの練習生だった子もいるんだけど、うんうんうん、あの時のあの子がこんなになってこんなになってキャーですよもうびっくりした、まあ、それぐらいこう変わるってことですよね。いろいろこう周りに刺激されるっていうのもあると思いますし、いやだからすごいなと思って、うん、でしかもやっぱりねあのまたいい曲歌うんだよね、パフォーマンスもいいし、これまだこれ2020年から2021年のデビュー組の皆さんね、ほんとかわいそうだと思うのが、まだやっぱりファンのみんなの前でパフォーマンスできてないじゃない？生でね。生で、はい、だからこれリアルライブが本当にもう待ち遠しくて仕方がないと思うわけ、うん、だからいざ生で、そして安心して見られるってなった時の爆発力っていうのは、うん、そう考えるとまあいいのかなと。そうだよね、うん、ちょっとポジティブに皆さんも考えていただいて、うんうん、本当に楽しみですけどもね、はい、まあ、今回ね、ツイッターもたくさん皆さんから、うん、募集しておりまして、うん、ここでもですね、はい、My Favorite Song K-POP 編、うん、紹介させていただきます。はい、はい、2通目古谷さん、はい、どなたでしょうか。紹介させていただきます。ラジオネーム玉木さん。工事、いやいや違う、いくら韓国の人がね安全地帯と玉木浩二さん好きだからと言って、はいはい、玉木浩二さん直接は言ってこないでしょ。違うんだ、大人気なんですよ安全地帯の皆さん ね、 ね、玉木浩二さんの一押しはオネプですね、はい、す玉木さんです、勘違いしようから、玉木さんの一押し、生きているんだオネプですみたいな、初めてモノマネもできるんですよ、いろんなことできますよね、本当に。同じ北海道出身です。あ、そうだ、はい、ですよ、それで、はい、それで、それで違うんですか。あ、違うんです。読んでいいですか。はい、読んでどうぞお願いします、はい、ちょっと読ませてもらっていいですか。脱線させたの古谷さんじゃないですか。違う、僕が脱線させたみたいにしてますけど、玉木浩二さんですかって、玉木浩二さんですかは藤原くんでしょ失礼しました、失礼しました、びっくりしますね、はい、玉木さんでお願いします。はい、玉木さんですね、はい、私の一押し曲はやっぱりオネプ、オンエンオフのビューティフルビューティフルです、うん、自分に自信をなくした時やネガティブになってしまった時、この曲を聴くとオネップが、
憂鬱な気分を吹き飛ばしてくれるような気がします。ありのままの自分が美しいというメッセージがとても染みますという、はい、まあ応援オフといえばですね、日本人ゆうくんも、はい、ダンスマシンゆうくんがいますからね、うん、応援オフもね、僕日本デビュー当時から一緒に仕事してますけど、はい、いやこれ M ネットの番組に出てね、うん、一気にまたこれ人気に火がつきましたよ、はい、キングダムに行く前の道でいやもう合ってるでしょ。いや、ま、間違ってないです、間違ってないです、間違ってないです。キングダムに向かう道でしょ。間違ってないです、そこで勢いづいたと、うん、そう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 、はい、いやすごいなと思って。ほんとねこの子たちの努力は私ずっと見てましたけども、はい、本当に頑張っておりました。しかも日本活動に向けてみんな日本はこの W エメンターテイメント、あの応援オフもそうなんだけど、オーマイガールも本当に礼儀正しいのですね。B1A4 の皆さんだって礼儀正しい先輩ね、そう、本当にやっぱそこはもうちゃんと受け継がれるものってあるんですよ、ちゃんと見てるもの。そうですよ、もう僕なんてあの B1A4O1 っていうぐらいで大型の一人として急にちょこちょこなんかアイドルなりたかったんですか昔いやいやいや、ちょこちょこね古谷さんがね入りたがるんですよね昨日もそうでしたけれども、昨日ちょっとエースに、はい、加わってしまいましたけども、なんか言ってください、いつでも相談乗りますから先輩としてブローカーブローカーとかさあ、聞いていただきましょうかね、ラジオネーム玉木さんのフェイバリットソング、はい、オネプで Beautiful Beautiful です、どうぞ。ブランパバンパバンパンパンバンパバンパバンパンブランパバンパバンパンパンバンパバンパバンパンブランパバンパバンパンパンバンパバンパバンパンブランパバンパバンパンパン。いや、もうつい熱くなっちゃいますね。オネプの始まった始まった藤原ライブだってすごい、ね、でもこれついやっぱこう踊りたくなるっていうのはね、やっぱ見てる方もこの曲聴けばやっぱ思うと思いますよ。さっきカメラさんと打ち合わせしてたでしょ。してない。今日ねちょっとリハーサルの時古谷さんいなかったんですよちょっとねお忙しくてちょっと違う仕事してます。ちょっと違う仕事ごめんなさい。はい、ということで、はい、オンエアオフビューティフォービューティフォーでした。はい、ありがとうございます。この後 CM ですけども、 CM に続いては藤原ライブまだまだ続くよ続かない続かない。いやー藤原くん、はい、なんかねこのラジオレギュラー化してほしいってコメントが続々来てるよ。え、アラビア語読めるんですか。いやいやいや、アラビア語以外日本語で来てるでしょ。日本語で来てるんですか。いや、すごい文化人だから古谷さん、 いろんな言語もやっぱ読めんのかなと思って。でもね、最近ね、はい、やっぱりこういう仕事してるとツイッターでね、はい、いろんな国の人が送ってくれるわけ、メッセージを、はい、そうするとやっぱりアラビア語だけはなかなか読めないから、うん、いやこれなんて書いてあるんだろうって気になったの、うん、それでコピペしてね、はいはい、Google 翻訳にピッてかけてみたの。でこうなってるからなんて書いてあるのかなと思ったら、古谷さんって書いてあった何これ、読み方は普通で古谷さんでいいでしょ古谷さんって書いてあった。雰囲気ね、雰囲気ね、そうそう、だからあ、これが古谷さんなんだと思って、はい、
クリップしといた。かけないからね。真似できないからね。かけないから。もうクリップしておきました。いや気になるな、自分の名前アラビア語でどんな風に表記されるのか。それだけ世界的に今 K-POP が流行してるってことを言いたかったわけですけれども。そういうことです。でも、うん、その背景には一体何があるのかっていうことですよ。お、うん、早速本題。はい、本題でございます。もっとね、深く掘り下げていくということですが、はい、今日はなんと お電話がつながっております。どなたでしょうか。ゆうとさんではないです。8時45分じゃまだですね、もう少し、はいはいはい、でもこう K-POP 界に精通している方。そうです、はい、もう我々が非常にお世話になっております。そして今ご覧の皆さんもきっとお世話になってるでしょう、はい、日本の K-POP の聖地といえばここタワーレコード渋谷店。はい、もう僕も今日も前を通ってきました。よく通るんですね。もうあの前通ります。ほぼほぼ通ります、はいはい、そんなタワーレコード渋谷店の反則専任部長ですから。あら、ちょっと上がりましたね。いや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 、ちょっと待って、ちょっと待って。初めて会った時はなんか肩書きがなんかこれじゃなかった気がしたから。上がったとか言わない。ごめんなさい。いやいやいや、一生懸命ずっとされてるんだなということですよ、はい、吉田純さんです。吉田さん。今からかけるんですよ。今からかける。びっくりしました。吉田さん、こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。よかった、今の話聞いてなかったんだ。よかった、危ない危ない危ない。もう吉田さんが電話機かと思いましたよ。僕プル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 って言っちゃったんで。自分でやってたっていうね。はい、吉田さん、今日もお世話になります。よろしくお願いします。お願いします。ちなみに今これまでの流れってご覧になってましたか？若干すごい騒がしい番組だなと思ってます。あなたです。一番汗かいてます。ありがとうございます。はい、見てくださって。吉田さんって実はすごい方で、はいはい、この日本の K-POP においてですよ、もうなくてはならない人って言っていいと思いません？いや、これはもう間違いないです。ただ、うん、今日見てらっしゃる方は、うん、吉田さんってどんな方なんだろうという方もいらっしゃると思うので、うん、こう吉田さんに実際に普段どんなお仕事されてるのかとか、はいはいはい、聞いてみましょう、はいはい、吉田さんに具体的に、まあタワーレコードの K-POP を統括してるのはもちろんなんですけども、はい、吉田さんの立ち位置としてはどういったお仕事っていうふうにこう全般的に言えるんですかね？K-POP の裏方だと思います。あ、裏方、はいはいはい。で、具体的にはどういったお仕事って言えば分かりやすいですかね？そうですね、インストアイベントやポップアップショップ、うんうん、あと配信番組や展示など、うん、さまざまな企画を立てたりしてます。でもこういうお仕事をされているとやっぱりこう次どういう方々がよりこう勢い乗せてくるのかみたいな、そういう判断とかも大事になってくるじゃないですか、うん、はい。でそういうのってなんかこう吉田さんなりにこう今まで培ってきたものの中でこういう方々はやっぱりすごい伸びるなとか、なんかそういうのってあるんですか？勘ですね。いや、よりプロらしい意見ですよ。よりプロらしい意見ですよ。自分の看護師でここまでやってきました。なんで藤原君焦ってんの？いや、焦ってないですよ。焦ってないですよ。勘なんだと。でもね、吉田さんの勘がね、はい、当たるのよ。いや、そういうことじゃないですか。すごいの。はい、タワーレコードでインストアイベントいっぱいやってるし、はい、販促イベント、販売促進イベントもたくさんやってるしね。うん、で、ここのディスプレイってすごいんですよ。ポップアップのさ、この飾りだったりとか、文章だったりとか、行ったことあるでしょ？もちろんお仕事でも行かせていただきましたし、僕の CD あるかなとなかったです。それはいらない情報でしょ。やっぱ十何年も前だったんで、その時は置いてくれてましたけれども。え、その時置いてあったんですか？そうなんです。タワーレコードさん、ありがとうございます。もうその時ね、A スタイルの CD 置いてくださってたんですよ。吉田さん、置いてあったんですか？ごめんなさい、無理やり置かしてもらったのかな、ごめんなさいね。そうかもしれないですけど、置いてくださってたんです。こんな困った吉田さん初めてだよ。いや、本当に本当にこれは嘘じゃないです。はい、そうなんですよ。まあ、私もお世話になりましたけれどもね。で、実は、はい、そんなですね、タワーレコード渋谷店のチャートって、うん、実は韓国のね、ニュースにもなったりするわけ、うん、え、日本のこのチャートがタワーレコードのニュースよくなりますよね、吉田さん。
はい。困らせてるじゃないですか。いや、違うんですよ。なりますよね、本当にね。笑い声とあれがすごすぎてよく聞こえないです。勝手にチャート発表していいですか。あ、じゃあ吉田さんすいません、チャートの発表お願いします。最新のチャートですね。はい、昨日の最新チャートですね。はい、まあ、今日発表するものなんですけど、うん、1位 BTS。 あ、ベストアルバム BTS はベスト。これ110万枚出荷みたいなニュース今日出てましたけど、すごいですね。はい、すごいですよね。記録的だと思いますね。うん、はい、で続いて2位 TWICE。 あら、テイストオブラブ、アルコールフリー。はい、いい曲なの、これがまた。はい、キュンとする内容で、うん、はい、で3位が、A スタイルでダイナマイト。え、ダイナマイ、ちょっと待って、3位、ダイナマイ、吉田さん絶対聞こえてたって。そうですよね。やっぱそうですよね。絶対聞こえてた。びっくりした。ここで入ってくるなんて。違い、危ない危ない。吉田さん。はい。吉田さん、それ20年前の情報じゃなくて今の情報でお願いします。ああ、ごめんなさい。すいませんね。ごめんなさい。2021年、はい、今のトップ10で、はい、3位は。わかりました。3位がモンスター X。あ、ですよね。だ。はい。はい。で、ちょっとアーティストだけいきますね。4位エクソ。ほう。5位ワナウス。あ、ワナウス。6位トゥモローバイトギャザー。7位エヌフライング。おー、ファーストフラワー。8位 BTS。 お、 BTS、 はい。9位セブンティーン。おー、10位 BTS。 いやー、 BTS すごいですね。だってこれ後半の BTS は休符ですよ。あ、そうだそうだ、ね、アルバムが違いますね。そうですよ、それが未だに。すごいなー。いや、でもワンアス売れてますね。そうですね。うん、へえ。 N フライングはこれファーストフルアルバムでしたっけ。ん、 N フライング。N フライングはマンオンザムーンですよね。ですね、そうですね、最初の初めてのフルアルバムですよね。はいはいはい、はい、ということですよね。まあ、こういうチャートが韓国でもこうニュースになることがあるってことですね。なる、本当に本当に。やっぱ気になるってことですかね、韓国の皆さんも。どんなアーティストが今日本で。あとね、やっぱり韓国のアイドルの子たちもタワーレコード渋谷店のことよく分かってるから、まあ、お世話になってる方多いですもんね。だからなおさらやっぱここで売れてるっていうのはニュースになるよね。うん、そんなタワレコ渋谷さんで、うん、今これ吉田さん推してるグループ、あ、知りたいってありますかね。日本デビュー前に、デビューくるとイッチウィークリークレビティです。ほう、3つのグループ、まあ、イッチウィークリークレビティ、これ吉田さん推しですか。いや、もうお店として押します。でもイッチはここに来て、まあ、JYP の中でも世界的なグループになってきてますよね。そうですね。なんですかね、もうその世界を見てもう最初からその楽曲だったりそういうのってもう狙っていってるっていうところがあるんですかね。うん、あの世界はもう見てると思いますね。だデビューした時からやっぱり、はい、あ、ちょっと違うなって感じはしたよね。まあ、楽曲もそうですし、コンセプトっていうのもそうですよね。韓国ではね、1曲目がガーンって売れて、うん、まあ、その後その1曲目のインパクトがあまりにも強かったんだけども、はい、逆に世界的にはその後の楽曲の方が評価が高まっていったっていうパターンですよね。まあ、JYP の子たちはもう性格もいいしね。そうですね、もう大好き、大好き、大好きといえばウィークリー大好き。あーもう朝から晩まで聴いていたいぐらい。ウィークリーもずっとずっとね、うん、毎日聴きたい。いや、でもウィークリー吉田さんすっごくいいですよね。いや、いいですね。で、うん、もう先輩の AP 君の成功例もあるんで、はい、うん、日本のマーケットにももう確実に合うと思いますね。あ、合う合わないっていうのもやっぱあるんですね。もうね、タワーレコード渋谷店でウィークリーが売れるのよ。売れてますもんね。売れてます。そうそう、本当に本当に、これも確かな情報、もうウィークリー情報。
それ吉田さんも今おっしゃいましたけど吉田さんも注目されてるっていうことですからね、はいはいはい、でもこれどうですか、うん、吉田さんがこう思われる、うん、こう昔と今の K-POP の差、やっぱ長年歩まれてきましたから、うん、吉田さんが見るなんかそういうポイントっていうのありますかね、はい、まあ最大の変化は世界での認知度ですかね。あとまあ、SNS との相性が非常にいいので、うん、まあ、SNS の発展とともに、もう K-POP 自体も盛り上がってるっていう、うん、確かにこうで、まあ、はい、数年前と比べて、ね、情報も取りやすくなってますし、うん、まあ、K-POP により、うん、触れる機会が増えてますよね。間違いなくそれはありますよ、うん、だからいわゆるちょっとこういう YouTube だったりそういうのがなかった時はまあ、はい、海外公演とかもありましたけれども、うん、結局それ1回で、うん、なかなかこう見て初めて K-POP っていうのを見てる方がすごい方々なんだ、うわ魅力的だなって思うこの熱がやっぱ今に比べたら多分冷めやすかったと思うんですよね、触れる機会がないから、うん、でもそれが今ではいわゆるこう海外とか行ってもなかなかこうチケットをなかなか買えない、うん、こう学生の皆さんとか、うん、そういう方でも YouTube とかで見られたり、うん、SNS で無料で見られたり、うん、こうずっとなんかこう触れ合っていける時間が多いからっていうのもあるんじゃないかなと吉田さん思いますが、そうですね、もうその通りだと思いますね。まあコロナ禍はね、はい、ある意味こう直接的な出会いの場がね断たれてしまうきっかけにはなったんだけども、うん、逆に言うとステイホームの時間が伸びて、まあ、動画サイトを見る機会も増えて、まあ、その中でやっぱりあの YouTube なんて見るとね、トップコンテンツにやっぱり K-POP がほとんど来るじゃない。だついつい見ちゃって、はい、なんか僕の知り合いでもコロナ禍になってなんかピュッとクリックしちゃったら K-POP のあれこれいいねみたいな、そんなきっかけでハマる方も続出したっていうふうに言われてるから、まあコロナもそういったこの K-POP を取り巻く環境に大きな影響を与えてるっていうのはあるでしょうね、吉田さんね。はい、あると思います。何がこう掴ませるんですかね、今までこう K-POP っていうものを知らなかった人に、うん、なんかすごくいいんだけどみたいな、うん、これ吉田さんこうどのあたりだと思います？難しいですね。もちろんこうビジュアルとかそういうのもあると思いますけど、うん、ビジュアルだけでこれだけワールドワイドで活躍って難しいと思うんですよね。でもやっぱりあれかな、見せる音楽の時代に適合したっていうのは絶対あるよね。あ、聞く音楽っていうのはもちろんなんだけど、うん、やっぱりこう見て聞くっていうその感覚を提供してくれたのって、うん、K-POP の功績って大きいんじゃない？うん、確かにこうダンス一つとっても統率されたダンスだったり、うんうん、そういうのもあったんでしょうね、うん、まあ、うまく本当にね吉田さんおっしゃってた通り、うん、ハマったものがあったんでしょうね、はい、じゃあ次のパーツは一体何なのかが気になるところではありますけれども、うん、今後タワレコで、まあはい、まあコロナの影響もあるとは思うんですけども、うん、予定してるイベントとかあったらぜひ教えてください。もう来週6月23日水曜日まあ、もう次の皆さんお待ちかねのユウトさん所属するペンタゴンのミニアルバムの発売があるので、それに合わせた展示とオリジナル特典がありますので、ぜひぜひと、はい、そうですね、機会があれば足を運んでいただき、いやでもコロナ前は吉田さんとね本当に月に何回会ってたんだろうってぐらいだったんですよしばらくお会いしてないんで、吉田さんまた裏で舞台裏でお話ししたいです。はい、お待ちしております。会いたいです今日お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。お電話はタワレコード渋谷店販促専任部長吉田純さんでございました、うん、はい、ありがとうございます。これだけ最後に言っていいですか。吉田さんはアーティストたちが作ってくれた作品を皆さん消費者の皆さんの元に届けてくださるメッセンジャーとして本当に大切な方なので、はい、うん、皆さんもぜひ吉田さん応援してください。はい、タワレコでだいたいメガネかけてる方は吉田さんですか、ね、結構います。あ、結構います結構いるみたいです。あ、結構メガネの人います。これ結構いますね。吉田さん確認しないといけなくなっちゃう、ね、危険ですからね、はい、あ、 YouTube のコメント少し読みたいと思います、吉田さんっていうねコメントあげてます
え、アラビア語読めるんですか。あ、でもありがとうと、ね、エリカさん来ております。ああでもね、うん、やっぱりコロナになって K-POP にハマりましたっていう方も来ていますよ。あ、やっぱいらっしゃるんですね、TA さんとかそうみたいですよね。あ、セブンティーもアルバム発売と来てますね。そうそうそう、セブチもそうだね。はい、私は、藤原さんのファンになりましたという、うん、あ、これ韓国語で、だから僕はプルヤでプジワラだ。プの関係です。ププでやらせていただいております。あ、それからね、はい、45分だから早くゆうとくん出せというですね。あ、こっちも来てますね、半ばクレームですね。ゆうとーと、はいはい、45分って分かっております。はい、我々だってね、いろんな生放送してましたから。しかも我々の目の前にある画面に全部時間出てますからね。ちゃんと分かっておりますよ。はい、はい、ということでございまして、うん、お待たせいたしました。はい、さあここからはですね、本日も韓国にお住まいの方と、おー、とある方とですね、はい、電話がつながっているということなんですが、どなたでしょうか。じゃあちょっと聞いてみましょうか。これまたプルプルクルから始まるのかな。どうだろうな。どうでしょう。あれ、もしもし、もしもし、もしもし、おお、すごい、もうつながってる。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。じゃあまずは改めて自己紹介お願いします。あ、もうすいません、はい、ペンタゴンのゆうとです。あ、ペンタゴンのペンタゴンのゆうとさん、ありがとうございます。なんでゆうと君謝るの。なんかすいません、なんか大丈夫ですかね、あの電源あ、大丈夫です、大丈夫です。こちらはバッチリ聞こえております。はい。はい、お忙しい中ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。はい。まあ、本日はね、お分かりの通り、うん、あの古谷さんと藤原でお届けしております。あ、見てました。え、見てました？あ、そうかそうか、韓国でも見れるのか。そうか、そういうことだ。うるさいおじさん2人でしょう。なんか騒がしいって言われてましたよね。よく見てらっしゃいますね。ありがとうございます。今日ちょっといろいろなことを聞かせてください。はい、いろいろなことを聞かせてください。あ、そうですね、もうペンタゴンはですね、あの6月23日にアルバム出すんですけど、うん、頑張って準備したりですね、結婚もあるのでそのステージの準備をしたりといろいろ準備期間の時期でしたね。まあ、それ楽しみにされてる方も多いと思いますけれども、うん、ゆうとさん、そうそう、はい、あの最近こう活動されていて、やっぱりこう日本人メンバーって非常に周りも多くなったって感じませんか。いや、なんかもうすごいどこのグループにも日本人の方がいらっしゃるな。うん、そうですよね、こう、まあ、どなたも活躍してますけれども、こう日本人メンバーの先輩として、はい、これどうでしょうか、後輩の皆さんの。あなた一番先輩だけど。いやいや、やっぱ今現役でやられてる方から見ての、 その後輩の皆さんってどう思いますか。うん、いや、でもやっぱりあの日本人が増えて、結構日本人の方が活動しやすい環境にはなってきたのかなとは思いますね。あ、やっぱそうなんですね。はいはい、それ実感できるって相当大きいことだと思いますよ。ゆうとくんで感じるんだからね。はい、藤原くん大変だったよね。いや、僕はもう感じられなかったですから。もう本当にがんじがらめの中、私やらせて、いろいろあったんですよ、やっぱりね、出る出られないとか法律の問題もありましたから。はい、でもさ、やっぱりゆうとくんが K-POP の世界で活躍したいっていうふうに思った一番のきっかけっていうか思いは何だったのかな。いや、でもそうですね、やっぱ K-POP 第一波の時ですか、自分が小学校6年生の時にですね、うん、東方神起先輩だったり少女時代先輩だったり、その第一波の方が日本に来始めて、それをテレビで見たことがですね、うん、やっぱり K-POP にハマっていくきっかけになりました。それはあのダンスもしくはそういう曲とかにハマったんですが、特に何に惹かれたというか、なんでしょうね、なんかイケメンの方が かっこいいダンスでめっちゃ歌うまいっていう、そういうなんだろう、新世界だったんですよね、まだそういう
なんだろう、日本のテレビでまだ見たことなかった人たちがいるなっていう感じで、そこからなんか興味を持ち始めて、確かにあの初めてあの生で K-POP アイドルの皆さんの舞台見たら驚きますよね。そう、めっちゃ驚きました。でも当時ってそのちょうどゆうとくんが好きになった頃っていうのは、はい、周りって女の子のファンの方が多かったでしょ。あ、そうですね、自分も姉の影響で見始めたので。なるほど。そうか、男の子が K-POP 好きだっていうのは今だからこそたくさん。今は普通だけどね。そっか、ゆうとさんがまだ幼い頃は少なかったですね。やっぱね、なるほどね、やっぱり家族の影響を受けてるっていう話よく耳にしますよね。でも本当に、まあ、ゆうとくんの活躍とかね、はい、藤原くんの活躍もあって、本当にこういろいろとこう活躍できるこの、まあ、土壌みたいなものがね、整備されてきてるとは思うんだけど、まだまだやっぱりこう韓国を目指す若者たち多いわけじゃないですか。そうですね。そういったこう、まあ、これから後輩になるであろうみんなに、なんかこう応援なのか、はい、アドバイスなのかは分からないけど、メッセージがあればぜひお願いします。そうですね、やっぱりあの違う国に行ってそのダンスとか歌を習うってなっちゃうとやっぱり不安しかないと思うんですよ、うん、でももうそういった人たちがもうこっちにも何人もいるので、全然そういう心配だったり不安だったり抱えずに、もう韓国でデビューしたいなら全然挑戦してみて、右手はどうですかとは言いたいですね。確かに、いや心細いっていうの分かりますよ、うん、でも、うん、今はもう周りを見れば、うん、日本で同じ境遇の仲間がいるっていうのは、うん、ゆうとさん大きいですよね。そう、大きい、めっちゃ大きいです。しかもあの日本の家族ともね、フェイスタイムとかで簡単にコミュニケーション、だって藤原くんなんて船の時代でしょ。何言ってるって飛んでましたよ、ちゃんと飛行機で。何を言ってるんですか。カンプフェリーじゃなくて。違いますよ、何歳だと思ってるんですか僕のこと。本当にごめんごめんごめん。いやでもそういう環境もありますよね。そうですね。でも最近やっぱりそのコロナの影響で本当にこのオンラインのねイベントが主流になってしまっているので、まあ少しでもオフラインをね早く届けたいっていう気持ちいっぱいあると思うんだけど、そういう今のこの状況の中でのファンとのコミュニケーションってどんな風に取ってるの、ゆうとくんは。そうですね、やっぱりあのステージに立つとですね、やっぱり、いつもだったら目の前にファンの方がいて、なんかもっと力になってたんですけど、今本当にオフラインで誰もいない状況で踊ったり歌わなきゃいけないので、ちょっとなんですかね、ファンがいるのといないとでは全然やる気の差が違うと言いますか。そうだよね、あの拍手と声援がどれだけ大事かね。そうなんですよ、うん、なんかそういうところで改めて気づかされたっていうところもやっぱありますよね。そうです、まさにそれです、うん、でもこれやっぱりこのコロナコロナって言われてますけれども、はい、こういう状況の中でもなんかこうゆうとさんご自身もしくはこうチームで何か新しく始めたとか、はい、何かこう挑戦してみたとか、なんかそういうのってあるんですか、うん、いやそうですね、一番挑戦してみたこと、うん、だからそれはあのプライベートでもいいですし、はい、はい、なんかこういう時期だからこそなんか今までこんなことやってなかったけどなんかやり始めたなとか。うわすごい、なんもないですね自分たち。やっぱこう常に平常心をやっぱぶれない気持ち、やっぱ大事、やっぱそれぐらい強くないとやっぱりこう海外でなんか活動するっていうの難しいですしね。すごいなもの。なんかこうどうですか、手料理がなんかするの増えたなとか。あもう全くないです。ない。素晴、やっぱね、ゆうとくん素晴らしい。やっぱこう平常心、平常心を保つっていうのが大切。あなたも平常心。すいません。いや最高ですね、ゆうとくんね。はい。ちなみにあの今日のテーマが K-POP で、はい、まあ、はい、あの K コンタクトのねイベントということもありますけれども、はい、ゆうとくんの一押しの、まあ一押しっていうか最近ハマってる K-POP ってある？いえ、なんだろう、最近ですか、うん、まあ、最近じゃなくても大丈夫ですよ。あの僕たちのキューブからですね、新しい新人女性グループのライサムっていう子たちが出たんですけど、はいはい、ね、うん、この子たちの曲がバニラ待ってます、バニラです、バニラ、バニラ、あ、はい、
ありがとうございます。そうです、バニラです。はい、バニラです。何でも聞いてください、はい、そうですね、はい、でもやっぱりここをね、こう後輩を立ててあげるっていうところが、やっぱ優しさ出てますよね、はい。まあ、先ほど藤原くんの話ではね、ゆうとくん、いや何もできてないんですって話あったけど、いよいよ6月24日、はい、Kコンタクト 4U にご出演と、はい、いうことでございますが、聞きましょうかね。そう、聞きましょう。それに向けての意気込み、うん、なんかこういうとこ見てほしいとか。いや、あの、何の曲を踊るかはまだ言えないんですけど、うん、本当にペンタゴンみんなでですね、多分久しぶりにあのステージに立たせてもらうので、その分メンバーみんなの気合が入ってるステージとなると思いますので、皆さんぜひ期待してください、うん、はい、ね、どんな曲をね届けられるかはまだということでございますが、はい、まあ、6月24日にKコンタクト 4U、うん、そして6月の23日には日本で4枚目のアルバムの Do or Not がリリースということで、はい、またちょっと忙しくなりますね。そうです、うん、忙しいです。ちょっと本当健康にはね、くれぐれも気をつけて、うん、急にお父さんみたいになってます。いや、もう本当体あってだからね、言うと本当に健康第一。あの、長野のパパじゃないんだから。お願いします。でも本当ね、いろいろ気をつけて。はい。はい、ありがとうございます。一ついい？はい。僕あの、ゆうとくんと今仕事してんのよ。え、僕だって。いや、今じゃなくて。どういうことですか？実は、はい、Mネットで、そうなんですよ、Mタメ版という番組がですね、はい、放送が再開いたしまして、うん、なんと3人のレギュラーでお届けしておりますけれども、はい、そのうちのお一人が韓国からゆうとさん。お、どうですか、なんかこうゆあの古谷さんとこうやっていて、こんなところ楽しいとか、こんなとこちょっと古谷さん直してほしいとか。いや、もう古谷さん本当に全部キャッチャーみたいに全部受け止めてくれるんですよ。そうですよ、もうだから古田と間違えられるから、ね、あ、K-POP 界の古田ですもんね。そう、K-POP 界の古田だから眼鏡も一緒だし、何でももうビタ止めで。そうですよ、眼鏡も同じだし、ホヤですからね。ちょっと似てる感じね。ありがたいです。ゆうとさん、だから知らないでしょ、古田さんが活躍されてた時代。知ってますよ。ご存知ですか。知ってますよ。あ、知ってますか、ごめんなさい、すごい。びっくりした、古田新太しか知らなかったらどうしようかな。いや、それ今多いですよ、知ってる方も多いですけれども ね、はい、いや、コメントもたくさん来てますよ、はい、お、うん、うわ、もうイケメンボイスですね、これ。イケボすぎて鼻血。あ、ほんといい声なのよ、ゆうとくん。羨ましい。あ、Mタメ見てますと。あ、嬉しい。見てますなあ。あ、生声恋しい。ありがとうございます。あと、多分好きだっていう内容でアラビア関係の文字からも来てますね。ちょっといい加減なこと言わないでいてください。いや、多分そうで、いや、この流れはそうでしょう。はい。あ、本当に最高。ありがとうございます。愛してる。ね、来てますね。やっぱ。あの、愛してるっていう言葉言われるのまだ恥ずかしいですか。いや、もうすごい恥ずかしいです。あ、そうだよな、やっぱね、韓国とかって本当にいろんなところで愛してるっていう、サランヘヨとかサランヘっていう言葉、うん、ね、こう友達同士でも家族でも頻繁に使う中で、うん、日本って結構重みのある言葉じゃないですか。愛してるわね。それをこうファンの皆さんとか、うん、そういう方が言って、まだちょっと恥ずかしいんですね、ゆうとさん。もうなんか言わないでほしいですね。うわ、もうすごい、愛してる愛してるって来てますよ。あ、もうやめて。恥ずかしい。でも分かるね、気持ちね。分かります。さあ、そんな中で今日はマイフェイバリットソング K-POP 編ということで、うん、あの、事前にあのメッセージ、事前募集ツイッターでお寄せいただいておりましたが、うん、ペンタゴンの曲にもね、来てるんですよ。いきますか、紹介させていただきます、うん、はい、ラジオネーム大成さん。大成さん、はい、僕は、お、男性ですね。あ、僕は、僕はペンタゴンのデイジーが一番好きです。あ、いい曲なんだよこれ。花のデイジーと火傷をするという意味であるテイダーをかけている部分がすごくかっこいいと思います、うん、今日はゆうとくんが出演するとのことだったので、ぜひペンタゴンの曲を紹介してもらえたら嬉しいです、うん、いつか日本でのコンサートに行きたいですと。コンサートもいいんだよね。リクエスト来てました。お、一番好きということで、この曲が。でもこういう同性のファンって嬉しいよね。
嬉しいです本当になかなかいらっしゃらなかったので、まあ、嬉しいですね。でもやっぱりこれも時代の変化というか、先ほどゆうとさんがおっしゃったように、やっぱりこう男性でもこう K-POP が好きな方っていうのが、もうたくさん増えているっていうことですからね。憧れて、もしかすると自分もいずれって思ってるかもしれませんし、はい、ということで、ゆうとさんとはですね、このペンタゴンの曲とともにお別れという形になるんですけれども、あ、はいはい、最後にぜひですね、今、はい、生配信ご覧の皆さんにメッセージいただけますか。あの自分も今ずっと生配信見てたので、皆さんそのままあのキープでお願いします。また古谷さんと藤原さん、体に気をつけて、また日本で、ね、行った際はご飯でも一緒に行きましょう。ほら藤原くん、本当にごちそうさまです。ちょっと待って、ちょっと待って、チャルモゴスミだ。いやいや、そ、韓国語とか日本語の問題じゃない、おごりなさいいやいや兄さん、いや古谷さん、兄さんびっくりしたわね。あの古谷さんに美味しいのごちそうしてもらいましょう。イエーイ、ね、韓国スタイルでね、一番年上の方が、はい、そうですよ、ね、嫌でも出したいということですからねはいいやもう残念ですね、もう早い時間が、はい、はい、じゃあ、最後に今、はい、生配信ご覧の視聴者の皆さんに一言メッセージお願いします。はい、そうですね、今ラジオをご聴きの皆さん、本当に今こういう時期ですが、まあ、そうですね、みんなで力出し合って、乗り越えてですね、時間ある方、6月23日にペンタゴン曲が出るので、ぜひ聴いてみてください。はい、そして、6月24日には K コンタクト 4U にご出演ということでございます、はい、そして、はい、M ため版、はい、ぜひこちらも今度の日曜も放送日になっておりますので、はい、下美優ちゃんと一緒に3人で頑張っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では最後にゆうとさん、せっかくなんでリクエストの曲振りを、はい、ラジオですからね、ラジオですから、あ、そうですね、やっていただいてもよろしいでしょうか。そうです、何さんでしたっけ。大成さんです。大成さん、はい、OK です。じゃあ、はい、本当に皆さんありがとうございました。じゃあ行きます、それではお聴きください。大成さんのフェイバリットソング、ペンタゴンでデイジーです。ありがとうございます。ありがとうございました。いつまでも僕を恋しがって救いのない No mercy 心 privacy 何があろうと今は無関係きっと不幸であれ僕の夢咲いてるデイゼー愛を注いだデイゼー燃えて傷ついて壊れそうさ白き花のなデイゼー思い出の中さあ、お届けしたのはペンタゴンの切り替えは昨日の宮崎美穂ちゃんの分も頑張ってるよね一生懸命ね、歌って踊ってと、はい、お届けしたのはペンタゴンで、うん、ジャパニーズバージョンということです。はい、なんかお電話でも元気そうでしたね。そうですね、ファンの皆さんから本当にたくさんメッセージもいただきまして、ゆうとくんありがとうって、韓国からありがとうってメッセージもたくさんいただきました、今日ジャパニーズバージョンでお届けしましたけど、この日本語のナチュラルさもペンタゴンの魅力ですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、さあ、ここで K コンタクト 4U からのお知らせでございます、はい、現在、お、いいですかね。いいですよ、出ました。はい、うん、今これをね出してくれたんですね、はい、現在チケット、アクリルストラップやクリアうちわなど、はい、K コンタクト 4U 出演アーティストの日本限定グッズを販売中です、うん、抽選でサインポラが当たる購入者特典もありますので、詳細は K コングッズストアで検索してみてください。はい、
まあ、お気に入りのグッズを見つけてね、うん、ぜひ日本限定グッズというのもあるようなので、はい、こちらを手に入れてですね、うん、Kコンタクト4U盛り上げていただきたいと思います。はい、いやコメントもね、うん、あこれさっきのアラビア語合ってます。だって僕うそ本当にアラビア語合ってます。笑いってきてますよ。いや笑ってるでしょ。いやだからいや検索してくれたんじゃないですか、わざわざ。あ僕がこう読んでたりとか、ね、大好きですってなんかアラビア語で来てますみたいなこと言ってたじゃないですか。あれ合ってるんですって。いやいやいや合ってるんですって。ずいぶん適当だね。いやいやいや、だからコメントでそう来てたんだ。だから適当なこと僕だって言ってないんですよっていうことですよ。はい、大丈夫かな。いやいやいや、なんかよくわからないけどメルカリに出しますって来てる。やめなさい。宝物にして、ね、本当ですよね。あグッズ欲しいってマナクーさん、うん、来てますね。あ、うん、藤原さんってこんな面白かったんだね。いやありがとうございます。あ俺も私もってアラビア語で来てますね。嘘でしょ。いやそうですよ。俺も私もって多分そうですよ。これ絶対嘘だ。それは嘘だ。レギュラーしてほしい。面白いです。これは日本語で来てます。ちょっといやだからごめんなさい。今ねこうスタッフさんがもうラストの CM フリーって言ってますけど終わりたくない。そうだね、終わらせたくないんですよ。行かせないよ。CM フリー。そうだよ、だって CM 行っちゃったらもうあと終わりだもんね。そうだよね。そうなんですよ、そろそろ行こうか。あ、藤原さん芸人さんですか。俳優です。あそ急にテンション下がったね。いやいやいや、そんなことないですよ。俳優のテンションで疲れちゃったんじゃないの。そんなことないですよ、あ、はい、まだ時間大丈夫だって。あまだ時間大丈夫。いやでもねいやあなたさっき散々言ったでしょ。もっとやりたいって。何急にギャラの計算弾きだって。今急にそろばん弾いてたでしょ。やだな。やめて、そんないやらしい人間じゃないですよ僕は。やだな。いやいや許される限りね、うん、やりたいところですけどね。いやいやいや、でも本当あの3日間今までね K コンってやっぱり日本で大きな会場でお客さんと、ね、アーティストの皆さんとこうやってましたけれども、うん、楽しいですねこのオンラインの感じも。見えるラジオ。いやそれはこれがでしょ。見えるラジオがでしょ。見える、あそうか、あこれ本番じゃないんじゃない。いや違います。来週からの来週からかコンタクト 4U がメインイベントですから。あそうですね、私たちは盛り上げ係なんです。そうですね、3日間かけて、はい、盛り上げていく、盛り上げていくということですからね、はい、またねなんか機会があったら、はい、やりたいなという気持ちありますよ。ホーラーもなんか2人が芸人にしか見えないですって、うん、僕まで巻き込まれたからな。文化人ですから。文化人だから。お願いしますよ。文化人とタレントさんですから、ね、いやもう本当にね、アフタートーク楽しいってきてますね。ありがとうございます。それもね、すべて視聴者の皆さんのおかげですからね、はい。ちょっと最後にこのコメントをご紹介していいですか。はい。When will you to appear? もう出ました。もう寝ちゃったの？いや違う違う違う。When will you? When will you to appear? あの、ユートさんはいつ現れますかっていう。遅かったですね。ちょっと遅かったです。ちょっと遅かった。これ VOD 配信で、はい、ちょっと見てごめんなさい。何回も言ったんですけどね、時間何回も言いましたし、僕が何回も英語も言いましたし、そうですよね、その英語に対する反応が全くないスタッフですからね。いやひどいな。でも時差があるからそこ計算しとかないと。古谷さん、時差もあるからそこもちゃんと計算しとかないと。あそっかそっか、こっちの夜8時45分が果たしていろんな国で8時45分かっていうことは違いますから。 JST & KST。 さあラストの CM いきましょう。この後古谷さん何でしょうか。古谷の出生が明らかに。気にならない。およそ半年ぶり。MC 古谷正幸、 AKB48 下尾美優、Nタメ版がパワーアップ。視聴者から寄せられた韓国エンタメに関する話題を深掘りするコーナーや、ペンタゴンユートが韓国でさまざまな調査を行うユートの番など新コーナーが登場。視聴者と共に韓国の最新トレンドに迫る Nタメ版。はい、下尾美優ちゃんとユートさんとフリアでお届けしております Nタメ版は今度の日曜日8時半夜ですね、オンエアありますのでぜひご覧ください。さあ本当にエンディング、うん、いや残念だね。本当に残念です。僕ね藤原くんと何度かお仕事させてもらってるけど、はい、3日間これだけ濃密な時間をね
過ごしたの初めてじゃないですか。ないんです。いや意外とね皆さん、本当なんですよ。いろいろこうお仕事をさせていただいてますし、現場でお会いするっていうことあるんですけれども、うん、お話しする時間ってないんですよね。そうだよね、うん、こうなんか楽屋が別々だったり、ここ狭いから楽屋一緒なんですよ。いやだからねこうすごい2人で話す時間がいやいや何いや広かったら別々にしてほしかったの。いやいやそういや別にそんなことないですけど、ひどいな。いやいやごめんなさい、そんなことないですけど狭かったよ。いやいやいやそれは分かってますよでもだって僕は斜めだったもん足足だけ少女時代だったよ確かに。いやでもそういうね機会があったから、ここまでね、まあ本番でも本番じゃないところでもたくさんお話できたっていうのはね、もう本当に楽しかったですね。みんなどうだったのかな。あら名コンビだって。嬉しいですね。嬉しいですね。ププブラザーズだって。ププブラザーズFF からもうププになっちゃったからね。よりねなんか韓国っぽいじゃないですか。なんかもうピンクルとピンクルみたいなもんだね。そうそうそう、 F の発音はねパピプって破裂音で発音しますからね韓国はね、はい、だからプジワラプルヤなんですよね、はい、いやそこまで一応ね分かんない方もいらっしゃるかもしれませんからね。なんで急にプップになったのみたいな、ね、週末はプライデーですからね。そうですそうです、プライデーそうですよそうです、はい、あでもぜひまたコンビでお願いしますと。ありがとうございます。コメントもいただいても、でも本当にこうオンラインならではの楽しみ方っていうのが、うんありましたね今回。でもレギュラー化してほしいっていうコメントが結構あるよ。あー古谷さんは動いてます。何って思ってますいやびっくりした今。いや僕もやっぱり、うんうん、古谷さんとこうやって一緒にお話しすることもできて、うんうん、そしてやっぱりこう反響があった、うん、昨日のね、うん、やっぱりこう AKB48 の宮崎美穂さん、うん、見てのこの3人の放送だったり、うん、ちょっと評判が良かったみたいな。ごめんなさいね、これいやらしい。リアルにちょっと評判が良かったらしいんで、やっぱそれはこの熱冷めないうちになんとかこう他の形で実現させたいと思って、うん、私動きます、はい、実現するか分かりませんけれども、うんはい、とりあえず動いてみる。とりあえず動いておけばたくさん見ますから、そのうちの一人がああいいんじゃないかということで。なるほど、連絡はこちらまで。いや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 、出ないの。出ません。出ないんです。出ませんし、スポンサー募集とか一切ないから。あ、ないんですね。ないですね。ないんですね。はい、ね、うん、本当にね、CJ ENM ジャパンさんお願いします。いいですね。はい。ちゃんとね、考えてますからね。そうです。今日楽しいぞですって。あら、お、嬉しいですね。嬉しいね。レギュラー化ぜひお願いします。うん、ね、あ、ラジオバージョンもいいんじゃないですか。ね、いいですね、うん。いやらしくないですよ、藤原さんっていう、ね。あ、本当ですか。ありがとうございます。はい、一番びっくりしたのは藤原くんが太ったのが。ありがとうございます。よく見てくださってますね。ありがとうございます、うん、あっという間でした。楽しかったです、うん、ありがとうございます、うん、でもこういった形でね、まあ、我々のこの生配信をきっかけに、はい、あー K コンタクト 4U っていうイベントがあるんだっていうことを分かっていただいてもらって、来週から始まる本格的なね、はい、K コンタクトに向けてですね、うん、盛り上がっていただければなと、うん、そこが盛り上がっていただければ私たちはもう大満足ですよね。そうです、うん、もうそのために3日間、うん、もう全力で傷も負いながら化粧もしながらいろいろ盛り上げてきましたから、ね、はい、僕ね昨日帰ったじゃないですか。そうだ、はい、帰ってびっくりした。なんか顔を洗って白いタオルがピンクになったんですあれだけチークをつけてましたからね、はい、いや僕すっかり忘れててもう自分の顔がなぜピンクだったのかがもう記憶がなくて、その時にこのピンクのタオルは何なんだと思って どっからみたいなね、どっから出てきたんだろうと思って動揺してたんですよ実は。でよくよくこう振り返ってみると、そうだと、そうだったなって、生放送の時にチークをつけてたな、うん、結構濃くね、やり方わかんないから我々、はい、本当にでもそういうのもいい経験だったじゃないですか。でもまあ今回のね、うん、この生配信をきっかけにですね、はい、ぜひぜひ改めてその K コンタクト 4U へのですね、うん、皆さん魅力をより多くの方にですね伝えていただければなと思っておりますが、うん、じゃあ改めてですね、K コンタクト 4U チケットに関するインフォメーション藤原くんお願いします。はい、はい、今週土曜日6月19日から27日まで開催される K コンタクト 4U を視聴できるメンバーシップはYouTube にて購入可能です、はい、チケットピアではワンデイストリーミング券のみ発売中ですので、うん、こちらもぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということでございまして、いや3日間、うん、
まあ、せっかくですから最後に視聴者の皆さんにメッセージをね、はい、藤原くんからお願いします。あ、私から、はい、いやあのこういう形でちょっとね、こうふざけたりとか、あちょっとね皆さんうわちょっとガヤガヤしすぎだなって思わせてしまったところもあるかもしれませんけれども、全ては K コンタクト 4U を盛り上げるために私初夜から頑張っておりました。はい、第2夜第3夜と、ね、ついにエンディングを迎えますけれども、はい、まあ、少しでもね、あ K-POP やってた人にこんな人がいたんだとか、あ K-POP もしくは韓国の文化ってこんなに楽しいんだと思って、うんうん、少しでもね多くの方思っていただけたら幸いだなと思いながらねやらせていただけたので、うん、またこれからもね私微力ではありますけれども少しでも、韓国の魅力伝えていければなと思っております。ありがとうございました。微力ではありますがスポンサー集めても始めようかなと。なんかそういう話かと思った。違いますよ、違いますよ。そんなね、エンディングバシッとね、はい、締めましょう、締めましょう、はい、クリアさんお願いします。そうですね、うん、まあ日によってテーマも違いましたけれども、うん、最後はその、まあ、原点でもあるその K-POP という、まあ、本当にね今やもう社会として、こう形成されてると言っていいのかな、うん、音楽のジャンルではなくってもうコミュニティだよね K-POP ってね、はい、K-POP を介してファッションだったりとか、うん、文化だったりとか、まあ、コスメもそうなんだけどね、はい、そういったこうコミュニケーションツールとしての K-POP が、うん、よりこう世界の皆さんに広まって認められて、ね、言葉は違ってもその K-POP を介して世界のみんなとコミュニケーションができるって本当に幸せなことだなっていうふうに改めて感じた、うん、そんな3日間でしたね。ぜひそんな思いをですね K コンタクト 4U を介してより深めていただいて、コロナ禍が落ち着いてリアルイベントコンサートができるようになった時にですね本当に一緒にあの空気を味わってほしいなと思いながらですね、はい、この番組のレギュラー化も進めてまいりたいと思います。でもなんかこうそのためにはですね、うん、やっぱり数字で目で見えないといけないというのがこう現実的にあるんですよ。視聴者の皆さん、うん、ぜひですねまた会いたいよ、うん、I miss you! 保護しっぽよ、うん、っていうコメントをぜひたくさんこう残していただけると、やっぱりその要望が多ければ多いほど大きな山が動きますから、うん、なるほどなるほど、はい、I miss you 言うとでもいいんだよね。 I miss you 言うとでもいいです、うん、もう何でもいいです。 I miss 会いたい的なことも考えていただければ、はい、もうそれね、はい、実現に向かってくるかもしれませんから、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。でもどんな形でもいいのでね、また宮崎美穂ちゃんも含めて ね、 そうですね、3人でなんかできたらいいね。あ、動きます。はい、山が動くそうです、はい、動かせるのかな、はい、ということで改めて3日間本当にお付き合いカムサムニダありがとうございました。 K-CON Studio Live from Japan、 3日間にわたって進行は古谷雅之、そして F から始まる藤原智樹でした。それでは全世界の皆さん、アンニョン。全カメいくよ。안녕하세요, 이펙스입니다. 네, 저희 이펙스가 바이폴라 파트 1 불안해서로 드디어 데뷔하게 되었습니다. 오! 이펙스의 첫 데뷔 앨범 바이폴라 파트 1 불안해서는요, 저희가 앞으로 전개할 전체 세계관의 시작을 날리는 앨범입니다. 네, 강력한 랩핑과 감미로운 보컬이 조화를 이루는 중독성 강한 타이틀곡 락다운을 포함해 힙합 사운드부터 라틴까지 여러 음악 장르를 이펙스만의 색깔로 다스곡 안에 꽉 채웠습니다. 또한 앨범 구성도 아주 알차게 꽉 담아두었는데요. 알찬 구성으로 열심히 만든 이펙스의 데뷔 앨범 바이폴라 파트 1 불안해서 사인 CD를 M웨이브에서 만나보실 수 있습니다. 지금 바로 확인해보세요. 그럼 앞으로 펼쳐질 이펙스의 활동 많이 기대해 주시고 사랑해 주세요. 지금까지 이펙스였습니다. 감사합니다. 안녕. 안녕하세요. 엠플라입니다. 네, 지금 M웨이브 샵에서 저희가 직접 사인한 정규 1집 Man on the Moon 사인 CD를 만나볼 수 있다고 합니다. 네, 맞습니다. 지금 M웨이브 샵에서 저희의 새 앨범도 만나보시고요. 변화를 두려워한다면 아무것도 바뀌지 않는다는 메시지를 담은 타이틀곡 문샷도 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 네, 그럼 지금까지 엠플라이였습니다. 감사합니다. Everyone say to us, 안녕하세요, 오아입니다. 저희 오아가 세 번째 싱글 앨범 위시를 가지고 돌아왔습니다. 만나보실 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 하나 영탁이 자체가 적셋 사인했다라고
지금까지 고아였습니다. 감사합니다. 둘, 셋. 라이썸. 안녕하세요. 라이썸입니다. 저희 라이썸이 드디어 M웨이브에 처음으로 인사를 드리게 되었습니다. 저희 데뷔 싱글 바닐라를 M웨이브에서 사인CD로 만나볼 수 있다는 소식 알고 계신가요? 하얀 꿈의 테이스티 바닐라 닐라 닐라. 저희의 달콤하고 판타지 가득한 모습을 느낄 수 있는 이번 앨범을 더욱 특별하게 사인과 함께 간직하고 싶은 소정 믿고 110% 저희와 함께라면 오마이갓 할 수밖에 없을 거라고요. 그럼 여러분 지금 바로 M웨이브에서 만나요. 둘, 셋. 라이썸. 지금까지 라이썸이었습니다. 감사합니다. 둘, 셋. 안녕하세요. 고스나인입니다. 네, 저희 고스나인이 6월 3일 야 When You're In Love로 컴백하였습니다. 네, 이번 저희 4집 앨범 Now When You're In Love는 Now 시리즈의 두 번째 미니 앨범으로 저희들의 현재 사랑하는 순간을 팝업으로 담은 앨범입니다. 네, 그리고 타이틀곡 밤새다는 사랑이 막 시작되는 순간의 설렘과 부담을 고스나인만의 팝업으로 풀어내고 있고요. 듣다 보면 마치 저희와 함께 부탄 첫사랑을 소환하는 듯한 느낌을 받으실 수 있습니다. Yeah. 또 반가운 소식이 하나 더 있습니다. M웨이브에서 저희 고스나인의 Now When You're In Love 사인 CD를 만나볼 수 있다고 합니다. 맞아요. 맞아요. 저희 사인했잖아요. 맞아요. 맞아요. 그럼 저희 이번 앨범 Now When You're In Love 많은 관심과 사랑 부탁드리겠습니다. 그럼 지금까지 고스나인이었습니다. 감사합니다.